こにはどんな狙いがあるのでしょうか。取材班は今日埼玉県川口市の杉薬局のお店に向かいました。店を入ってすぐにですね、血圧や脳年齢が書かれる機械がありますね。さらにその奥には処方箋の受付調剤室があります。店内にはドラッグストアの顔ともいえる大きな調剤コーナーが。